日本中を騒がせているSMAP解散騒動で、すっかり裏切り者のイメージが定着してしまった木村拓哉。そんな彼が出演する住宅会社タマホームのクムが、一時的にシンガーソングライターの矢野顕子バージョンに変わったことで、解散騒動でイメージが悪くなり、クムから降ろされたのでは?などの憶測も広がっている。そんな中、ベテランの芸能記者は木村をこう擁護する。とある番組で、歌手のブラザー、コーンとSMAPメンバーで木村と香取慎吾にドッキリを仕掛けたことがあったんです。ブラザー、コーンが香取にイチャモンをつけ、メンバーを楽屋に呼び出し怒鳴りつけるなどし、番組は中止になるという流れで、香取の表情は凍りつき、現場の空気は最悪なものになりました。これにマジギレした木村は、一人ブラザー、コーンに立ち向かい、香取をかばって抗議したんです。世間では木村が他メンバーを裏切ったように言われていますが、昔からメンバー思いである彼の素顔がこの動画ではっきりと証明されています。このドッキリの種明かしがされた後、木村とはさらに仲良くなれたと香取は語っていた。そんな二人の関係はいつからこじれてしまったのだろうか。引用元 URL 省略。香取慎吾矢印木村拓哉へありがとう。泣ける ?URL 省略。木村拓哉と香取慎吾、ビストロSMAPでの様子が不自然すぎると話題に、わらわらなんだこれ、わらわら、画像あり。URL 省略。木村拓哉から香取慎吾へ。ごめんなさい。香取慎吾の目に涙。URL 省略。